兄ちゃん、ここんとこ朝遅いね。ああ、ちょっと夜に調べ物をしててな。そういうこと聞くとまた疑惑が深まるんだけど。わかってるんだ。僕がいくら疑っててもお構いなしだね。ん？朝からやめなさいよ、絡むのは。なんだい、お姉ちゃんだっていつも兄ちゃんの味方ばっかりしてさ。たまには僕と一緒に怪しいんだよ。よしなさいってば、いい加減にしないと怒るわよ。二郎さんが私たちのためにどれだけ頑張ってくれてると思ってるのよ。アスカさん、僕なら気にして。混んでなさいよ。すいません。いいよ、どうせ僕なんかいらない子なんだ。涙橋の下で拾われたんだ。飛びよう。この家出てってやる。トビオくん。次郎さん待って。トビオを追うなら配達もして。え、でもトビオくんが。それはうちの話、お客様には関係ないわ。だから早く配達して。次郎さん大変なの。アスカさんか。次郎さん、聞こえる？トビオが。あれ、ノイズが多いな。もしもし、トビオくん帰ってきました？違うわ、トビオが勝手に。聞き取れないぞ。トビオが勝手に誘われたのよ。トビオくんがどうしたってんだ？アスカさん？ Hi, long time no see. お久しぶりです。元気ですね。うわ！いきなりなんだ！誰だ、お前は！Oh, 私を忘れていますか？まさか！ Yes, so です。あなたを改造した弱肉強日本支社の Chief Executive Officer、つまり CEO、ヒューストンからやってきた弱肉です。弱肉！どこにいるんだ！私は今、当社のエグゼクティブたちとパワーランチを食べて、社長室でふんぞり帰っています。よし！そこを動くなよ！今から車をぶっ飛ばして、お前をぶっ飛ばしに行ってやるからな！おう、シャレですね。シャレ。日本の文化。日本の文化大好きです。外人の私が言うと、バカな日本人に近いですね。それどうでもいいんだけどね。いいのですか？さっきから通信が入ってますよ。ああ、そうだった。やっぱりダメだ。一旦ドンガメに戻るか。その方がベッター。楽しいことだといいですね。くそ、ジャークニックめ。やっぱりこれからぶっ飛ばしてぶっ飛ばすか。いやいや、まずは事務所に帰らないと。トビオくんがどうしたって言うんですか？弱肉に誘拐されちゃったの。なんだって？こんな手紙が。ギャル文字も混ざってて読みにくいけど。どこで日本語を覚えてるか察しがつきますね。あっ、しなよも小なりばって、さもなくばだ。はいはい、わーい。すいません。
かあったら。俺が行って、トビオ君を助け出してきます。でも、奴の狙いは多分、この俺です。え？手紙の裏にこれが。途中で敬語をやめられると、改めてムカつく！どういうことなの？俺をおびき出すために、こんなことを仕組んだんだと思います。だから、トビオ君は無事なはず！でも、今行くと二郎さんが危ないんじゃ。きっと、何か罠が仕掛けられてるわ。大丈夫です。トビオ君は、必ず救い出します！あ、ジローさん！配達もしてきますよ！ジローさん、トビオ、お願い。二人とも無事に帰ってきて。ジャークニック、子供をさらうなんて汚い手を。さらう ？No。それは違います。トビオが私のオフィスに入って産業スパイしてたのを警備の配達員が捕まえたのです。だからトビオの記憶消す手術します。なーにー？そんな危険な手術、今すぐやめるんだ！危険じゃないですよ。ちゃんと実績もありますしね。もう許せん！ジャークリック、お前を倒す！引っかかりましたね。なんだこれは。ここは当社のレイオフ。仕事できないから会社辞めてもらいたい人たちを閉じ込めておくための空間、人呼んで弱肉空間です。弱肉空間。大きな会社にはこういう空間が本当にあるらしい。バブルの頃には時々問題になったぞ。ここでは全てのパワーを封じるため配達魂遮断壁をつけてます。ここでは配達魂を使いませんよ。何？さらに、その外には電磁波遮断壁、携帯電話も圏外だ。そして、内線電話も、パーソナルコンピューターも、ファクシミリも、コピーマシンすら聞くにはありません。うわぁ！こんなところに閉じ込められたら、やる気を失ってしまう！この部屋の恐ろしさはこのスペック、仕様だけではないの。かつてここに閉じ込められた者たちの怨念があなたの配達魂を吸い取るのだ。うわ、後ろ向きの魂たちめ。さあ、ここであなたは私に倒されて脳改造の手術を受けるのだ。まさにウサギとライオンです。いえ、月とソフトシェルスタートをスポンゴライはあります。なぜ俺の攻撃がすり抜けるんだ？スポンジャクラです。ウサギはライオンに触れます。ま、その後食べられちゃうけどね。ですがスポンではどうやっても月に触れないよ。
まずい。勝利のイメージがわからない。しまった、見てはいけないイメージを見た。これでおしまいだ。負けるか。やっぱりこうなったか。まずい、足がやられちまった。おや、あなたしぶといですね。今度こそおしまいだ。ノー改造の技術者を呼びましたら、The End。あら？Your lucky guy! あなた運がいい。My Japanese girlfriend, Mitsuki to date の時間です。Lady を待たさる no good だからね。うん。今日はもう仕事終わりです。アスカさん、すいません、トビオくんを取り戻せなかった。ジローさん、足が取れてる。しまった。救急車。待って、アスカさん、救急車は呼ばないで。だってジローさん、足がもげてるのよ。大丈夫です、大丈夫なんです。俺はジローさん、アスカさん、俺はね、弱肉通に改造された改造配達員なんです。改造配達員？そうなんです。言っちゃいけないと思って今まで黙っていたけど、もしかして頭のそのイカれた角も改造の印だったのね。傷つく。今まで見てみないふりをしてたんですね。イカれた角。そう、これが次郎の正体さ。びっくりしたかい。驚かないわよ。驚くもんですか。だって人間であろうと改造配達員であろうとホタルイカであろうと、次郎さんは次郎さんで変わりないじゃないの。私たちの大切な。アスカさん。次郎さん。行かなきゃ。トビオくんが待ってる。と、だ。何すんの？そんな足でどこ行くっていうのよ。どうせまたやられて帰ってくるだけでしょ。認めたくないが、おそらく。どうせやられるなら、修理して整備して、配達員として最高の状態で立ち向かって、花と散るべきでしょ。確かに。私が手伝ってあげるわ。こう見えても、国家一級自動車整備士なんだからね。ごめんなさい。痛かった、次郎さん。いや、大丈夫。その、先っちょを、もう少し下からこう。あ、そうです。あ、そこ。こう？うわっ！うわっ！あ、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 
除した。少々危険だが、これでいける、いけるはずだ。これでダメなら、すべては終わりだ。アスカさん、ありがとう。行ってきます。大丈夫、どんなことがあってもトビオくんを救い出してみせます。ジローさん待って、お願い、絶対に帰ってきて。私、ジローさんに言っておきたいことがあるの。勇気を出して今言わなきゃ。私、好きなの、ジローさんが。ずっと前から。だからお願い、必ず帰ってきて、私のところに。何ですか？アスカさん、すんません、もう一回最初から言ってもらえます？なんでもないわ。近所迷惑だから早く行きなさい。配達も忘れずにするのよ。じゃあ、アスカさん、ありがとう。さようなら。ジローさん。よりによって、日本であなたが邪魔して失敗するなんて。もう、誰があなたを改造したと思ったのですか？改造なんか頼んだ覚えはない！お記憶にございません。全部秘書がやりましたですか？日本人は責任取らないね。あなたは強くなりたかったでしょ？ああ、もちろんなりたいさ。だがな、俺の求める強さには三つの条件があるんだ。一つ、どんなに追い込まれても最後に逆転して勝つこと。二つ、逆転勝利には熱い魂の力で勝つこと。三つ、熱い魂の力は改造で獲得しない。歯を食いしばって立ち上がることにより自力で獲得すること。おう、武士道リップです。では、この写真覚えてますね？え、なんじゃこりゃ。ついでに我が社の会社案内です。あ、ありえない。でもこれアイコラじゃないよ。思い出しますか、会長？ご苦労であったな、ジャークニックよ。ははここから出せ、ニーク。出せたら出せよ。ニークって何なんだよ。ジャーク、お姉ちゃんに早く知らせなきゃいけないんだ。兄ちゃんがジャクニック2のボスだったんだ。まだ読み出し領域の切り替えが完全じゃないようだ。記憶が少し混乱している。状況を説明しろ。 Yes sir。 3年前、日本進出にあたり会長は自分の記憶を消し、
平社員のプロファイルで2年間活動するからそのように改造手術しろと命令しました。その方が日本のマーケットをよく理解できるからと言って、2年の月日が過ぎ去って記憶リターンする手術しようとしてその時、すでに会長のパーソナリティはすっかりただの腐れ平社員になってしまっていたのだ。青臭いこと言って脳手術の直前にとんずらしたあなたを探すのは大変苦労しました。見つかるたびに私の部下を帰り討ちにしちゃうしね。このことを知っているのは会長と私だけ。一時は本当に先が思いやりました。すまなかったな。先が思いやられましただ。それでこの後の予定はどうなった？写真のショックで記憶戻ったから脳手術は脳ネイルです。お、脳手術脳ネイル、私うまいね。あとはドンガメを潰してこのエリアの営業キャンペーンは終わりです。そうか、では私が直々にドンガメに戻り貧乏会社にとどめを刺してやるとしよう。その方が精神的ダメージが大きいだろう。二度と立ち上がれなくなるぞ。よし、全配達員を集めろ。ドンガメをぶっ潰すぞ。ジャークニック、お前も一緒に来い。はい、いいですね。なんですか、あなたたち。次郎さんがいない時を狙うなんて卑怯だわ。卑怯を、負け犬は必ずそれ言います。どういう意味かよくわからないけど、しかし今までの弊社に負けていた犬たち、今じゃ弊社の系列になってみんなお喜びよ。目先の利益のために魂を売るようなことはしません。資本主義分けてないね。利益ないと給料払えないよ。弊社高い給料払ってあげるためにこれやってる。御社つまらないプライドのために給料払えない。どっちが優しい会社？そんな理屈。アスカさん、やめるんだ。次郎さん、ジャークニックが来てるの。ほら、バラニックも。お願い、いつもみたいにババーンと。アスカさん、ジャークニックの言ってることを間違ってると思うかい？え？僕たちの仕事は配達だろ。お客様に満足してもらえる配達をするためにはドンガメ宅配に十分な利益がないとできないんじゃないかな。それは、でも弱肉は私の両親を奪いトビオもさらったのよ。そんなのおかしいじゃない。トビオをさらっちゃ違います。トビオは弊社をスパイしてた不法侵入です。警察に突き出すのもかわいそうだからと
ジャークニックが保護しているんだ。トビオ君は無事なんだよ。アスカさんの不安な気持ちはわかるよ。登記手続きや届け出とか、やらなきゃいけないことはたくさんある。でも大丈夫。僕がついてるから。これでみんな、幸せになれるんだ。ジローさん、見損なったわ。あなたも結局お金ですか。さあ、今日の契約書にサインして、母印をしましょう。アスカさん、僕を信じて。嫌よ、絶対嫌。おう、会長、ダメですよ、この人。え？会長って何よ。しょうがないな。アスカさん、僕はね、改造配達員なだけじゃないんだ。弱肉通運の会長でもあったんだよ。なんですって。これは格格しかじか、こういうわけなのじゃ。そんな、トビオが正しかったなんて。ジローさん、全部嘘だったの？実は演技派でしたってどういうこと？何か言ってよ、この裏切り者！ニック！おっと、アスカさん。俺は最初から裏切ってなんかいませんよ。すべてシナリオ通りなのです。さあ、この契約書にサインして、母印する。そう。シナリオ通りなんだよ、アスカさん。ジャークニック。お前のシナリオとは、違うけどな！ウィー！き、会長？何を？何をもヘチマもない！俺の名はジロー！愛！笑顔！全速力！正義！宅配会社の不正を暴く！国際刑事宅配機構の潜入捜査官！ジローだ！説明しよう。国際刑事宅配機構とは、怪しい組織のお宅に捜査官をデリバリーする正義の国際機構なのだ。俺の正体に気づかなかったのはお前だ、ジャークニック。本物の会長は改造手術の前に我々の仲間が逮捕した。 God damn it、 よくも私を騙してない。この卑怯者、嘘つきにパンジーめ。ジローさん、私混乱してきた。結局あなたは風緑ってこと？鳥でもない、動物でもない、コウモリ？どっちの味方なのよ！えい！わからんのか！俺は正義の味方だ！聞こえたらやるせない。プラン帰る。さあ来い！そのためにここに全員集めたんだ。一人残らず逮捕してやるぜ！逃げます。エスケープね。出口どっち？こっち？だ！この局面で逃げるか、貴様！こら待て！会うならついでに配達もして！ルアート！わかりました！ジャークニック、トビオ君を返せ。おう、思ったより早かったですね。兄ちゃん、トビオ君、大丈夫か？知るもんか、ジャークニックの会長め。お前、ジャークニックの仲間なんだろ。 No、 こんな嘘つき日本人メイトじゃないよ。え？トビオ君、実は俺は
国際刑事宅配機構の潜入捜査官だったのだ。もう一度説明しよう。国際刑事宅配機構とは、怪しい組織のお宅に捜査官をデリバリーする正義の国際機構なのだ。もう分かったね。そうか、兄ちゃんは嘘つきだけど正義の味方だったんだね。そうだ、人間を一面だけで見ちゃいけないってことさ。トビオ君はなかなか鋭いけど、そこまでは読み切れなかったようだね。何しろ俺自身が忘れてたくらいだからな。さあ、そこのドアから逃げるんだ。嘘つき兄ちゃん、頑張れよ。こいつ、僕の父ちゃんと母ちゃんの仇なんだから。ああ、分かってるさ。おう、かっこいいですね。コール、You're so cool ね。余裕だな、ジャークニック。もう忘れたのですか？あなたは私に触れることさえできなかったのよ。ああ、確かにな。だが、もはや正体を隠す必要のない俺は、今までとは一味か二味違うぞ！隠し味もあるかもな！ほう、では、試してみますか？もうもうもう、バイオリもパワーアップしてますね。ならばこれで。あなたは何もできない。それはどうかな？行くぞ！パワーリミッター！解除！Oh my! なんで弱肉空間でデリバリーソウ配達魂使えるのあなた。簡単なことだ。俺の配達魂は貴様の改造によって得たものではない。俺の、そしてみんなの心から生まれたものだからだ。クモ男、ミニスカポリ女、クモ男カイ、ポイドンマン、ブラックジロー、そしておやっさん、みんなの魂が俺の中にあるのだ。みんなに魂？魂と魂の触れ合い、ぶつかり合いが配達魂を成長させる。俺の配達魂はすでに、お前の知る配達魂とは違う配達魂になっているのだ。違う配達魂？全然違う配達魂！全然違う配達魂！行くぜ、ジャークニック！貴様の野望、今ここで砕く！グッフォー。これで終わりだ、ジャークニック！終わり。まだ終わりません。何？私、イタリアを倒しても、第二、第三の外人が代わりに社長になるだけです。なんだと？組織とは、そういうものです。私のドリームはもう終わっちゃったけどね。もうドリーム with money。私はまだ諦めないよ。この手
た？終わりません。え？まだやるの？私、一人を倒しても第二、第三の外人が転戦赴任するだけです。そりゃ分かったよ。組織とはそういうものでしょう。だったらそのすべてを叩き潰していくさ。勇ましいことだけど、しかしもうそれはできぬ相談です。もうすぐここは爆発します。誰が逃れることができようか。いや、できない。とどのつまり私の勝ちですね。グッバイ、ジロー。兄ちゃん。くそ、まだだ。まだ終わらん。終わらせるものか。トビオ君、しっかり捕まってろ。うん。君だけは必ず助ける。約束したんだ。俺の最後の配達だ。兄ちゃん、パワーリミッター全解除。兄ちゃんは僕を助けてくれたんだけど、それじゃあお姉ちゃん、あれ、今僕兄ちゃんの車を見たよ。すぐ見えなくなったけど兄ちゃんの車だったよ。トビオ、いいの、ありがとう。次郎さん、私あなたのことを忘れません。ずっと待ってます。いつかまたあなたが帰ってくる日まで。